それでは皆様お時間になりましたのでコンサートを始めさせていただきたいと思います。皆さん改めましてこんばんは。ようこそ星づくよのコンサート2018へお越しいただきまして誠にありがとうございます。本日の司会を務めさせていただきます岡山天文博物館友の会の松枝と申します。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。本日は晴天に恵まれ非常にたくさんの方にご来場いただいて嬉しい限りです。ぜひ楽しい時間にしていただければなと思います。夜になると少し気温が下がりますので皆さん暖かくしてぜひお楽しみください。ところでですね、皆さんは最近星空じっくり眺めたことありますかね。たまには明かりを消して星空を眺めよう、そんな思いから2008年に始まったこの星づくよのコンサート、皆様のおかげで今年で第11回目を迎えることができました。
星づくよという言葉、聞き慣れない方もたくさんいらっしゃるかと思いますが、星の輝きだけで月夜のように明るい夜のことを言うんです。本日はより素敵な星空を楽しんでいただくために、コンサート中はライトダウンを行っております。星空を眺めながら素敵な生演奏をゆっくりとお楽しみください。それではまず開演に先立ちまして、星づくよのコンサート実行委員長の東金和義よりご挨拶をさせていただきます。それでは東金さん、よろしくお願いします。はい、皆様こんばんは。星づくよのコンサート2018にご来場いただきまして誠にありがとうございます。まあ、今年はね、甚大な被害をもたらしました西日本大豪雨ということで、岡山も甚大な被害を受けました。被災された皆様方におかれましては、お見舞いを申し上げます。そして一日も早い復興をお祈りしておりますということでね、今年もね、11回目ということで、星づくよのコンサートを開催させていただきます。ひとえにここにお集まりいただいた皆様と、そして広告でね、ご協力いただきましたスポンサーの方々、皆様のおかげをもちまして今年も開催することができました。誠にありがとうございます。それではですね、コンサート始めるわけなんですけれども、今日皆さんね、どなたとお越しになられてますかね。ご家族、あるいはお友達、恋人同士なんて方もいられますかね。まあ、そんなね、皆様方と過ごす楽しいお時間、今日は朝口インターネットライブさんによります YouTube のね、ライブ中継、後ろの方でね撮影しておりますんでね、皆様最高の笑顔でもって楽しんでいただきたいと思います。ただね、ライブ中継でございますので、もし万が一皆様、まあおられないとは思うんですけれども、自転車を盗んで日本に一周をしているなんてな方がおられて、顔出し NG だという方はカメラが向いた瞬間に、そうですね、自分でぼかし入れましょう。こんな感じで、ね、セルフモザイクという形でやっていただきたいと思います。先ほどもねご案内にありました通り、非常に会場暗くなっておりますので、お手洗いと行かれる場合には足元をよく気をつけて、お移動ください。それでは星づくよのコンサート2018始まります。トッキンさん、素敵な開会の挨拶ありがとうございました。続いて友の会の大西恒夫より岡山天文博物館友の会の活動についてご紹介をさせていただきます。大西さん、よろしくお願いします。こんばんは。私は友の会の説明をすることになっております。岡山天文博物館友の会というのは、星空、星の好きな人の集まりということです。それが天文博物館を中心に集まっております。皆さん方好きな人は参加してくだされば結構なんです。私どもは何をしているかというと、月に1回、定例会を開いておりまして、プラネタリウムを見たり、あるいは星空を見たり、いろんな人の話を聞いたりしております。それで星を楽しんでおります。それともう一つは、私どもは元気な人はボランティア活動をしておりまして、今日のこの星づくよコンサートもボランティアの人でございますけれども、いろんなところで観望会をやる団体をやったり、学校がやったり、地域の人がやったりする、そういうところへ望遠鏡を持って行って説明してみんな見ていただくことをやっております。会員になるのはどうすればいいかということ、それは個人会員と家族会員というのがあります。個人会員は一人年間1500円、家族会員は何人でも結構ですが年間3000円。それで もう一ついいことがあるのは、天文博物館は年間全部無料で入れますんで、ぜひ、この天文博物館友の会に皆さん参加していただいて、星空を楽しもうではございませんか。私の先生がこう言っておりました。空を愛する人に悪人はいないと、こういうことでございます。よろしくお願いします。ありがとうございました。
大西さんありがとうございました。続きまして祝電メッセージをいただいておりますのでご紹介をさせていただきます。衆議院議員加藤勝信様、以上時間の都合上お名前のみのご紹介とさせていただきます。祝電は会場入り口付近にて掲示をしております。それではですね、お待たせいたしました。ただいまより星月夜のコンサート2018第1部を開演いたします。今宵第1部のステージはムゼイオンさんの登場です。ご紹介をさせていただきます。どっぷりと音楽に使った10代20代そしてそれぞれの道で忙しさに暮れた30代、もし30代に音楽をやっていればどんなことをしたんだろう、そこにコンセプトを置いたロックバンドです。それではムゼイオンさんお願いします。Blow away, blow
水平線の彼方見つめ焦がれた。ラッシュアワーに飲み込まれて背中押されながら、大切じゃない明日に気づき始めた。
つけたら今日はハリケーンが来るというけど構わない、追い続けるぜ。いいだろう my friend、どんなに
皆さん開けれてませんか？大丈夫ですか？なんか、今日はもう 10月、もうちょっと11月ですよね。お月様がね、さっきはあの辺にいたんですけどね、今見えますか？今どこら辺にいるんですかね。今日は20日水曜日ぐらいがね、あの満月なんですよ。で、満月はだいたい夕方の6時ぐらいに、東の空に昇って、夜の12時に、南中を、して、でまたあの朝明け方6時ぐらいにね、ちょうど太陽とあの逆の動きをするんですけどね。で、さっきあこら辺に金星が見えてたんですけど、今ちょっとここ明るいんでちょっと確認ができないんですが、僕も夜中の仕事をしてまして、で、まあ、水商売じゃないんですけど、学習塾をですねちょっと経営してまして、で、終わるのが大体10時頃からで、で、それから犬をね家帰って散歩に行くんですけど、ちょうど犬の散歩の頃も、ね、ど田舎なんでもう街の明かりも全部消えてて、お月様とかね、お星様を見ながら犬の散歩をするのが毎日散歩日課になってるんですけど、で、小学校の頃かな、理科の小学校のみんなも今日いると思いますけど、星座表とかもらいました。ね、星座表、小学校の理科で、で、僕は4年生かな、4年生の理科でね、もらいまして、で、こう大牛座とかサソリ座とかこうね、いろいろ書いてあって、西の何時頃に、どっちの空を見たら、見えるよっていうのが ありまして、で、僕も夜本当に来るのを楽しみにして、その日は、夜ね、やっとお星様が見える時間になってね、その星座表を持って、こうねふっと上見上げたらね、多分皆さんも経験あると思うんですけどね、星座ってね線引いてないんですよね。でね、サソリ座はどこってね、こう見たらね、区別つかないんですよね。星座表はこう線がこう引っ張ってるでしょ。でも星座もね、全然で分からなかったね、がっかりした思い出があるんですけど、小学校のね皆さんもね、星座表をもらってね、夜星空を見るときはね、線引いてませんのでね、繋がってないんで、想像力を働かして、星空を見てほしいと思います。で、今日ねみんな福山から僕ら来てるんですけど、実はちょっとだけ岡山に、ちょっと、関係がありまして、昔ね僕が20、30年ぐらい前に、実は作った大ヒット曲があって、岡山の人はね多分みんな知ってるんですよ。あの歌ってね、なったら幸せなんですけど、岡山の人は多分、全員知ってます。僕の、人生最大のヒット曲をちょっと聴いてください。いきますよ、いきますよ、1、2、1、2、3。知ってる人この歌、あ、手あげても見えないな、ここから。知ってますか？誰も知らない、おかしい。なんか寒いですよね。これね、作ってね、ちょっと売れてないですけど、時々、まあ、飲み屋のネタでね、使うんですけど、もう夏はどっか行っちゃいましたね。じゃあ、サマータイムインブルースっていう曲をちょっと聞いてください。Thank you.
Oh,
どうもありがとう。あのなんかこれ倒れたら誰か助けてくださいね。あそこあとは片付けますから、すいません。大丈夫、風の音うまいく拾いますね。なんか、うわーだね。ではちょっと次はエロい歌を行ってみますね。よし、行ってみますか。じゃあ、濡れてマウシャンという曲を聴いてください。
ですか、大丈夫ですか。あ、なんかだんだんなんかお客さんがたくさん、来ていただきましたね。で、なんか今日はなんか YouTube かなんかでこれ流れてるんですよね。沖縄の人見えますかって見てないか。東京の人見てますか、見てない。札幌の人見てますか、見てない。今なんか巷でジュリーがね、僕大好きなんですけども、なんか、いろいろね、大変ですよね。でもなんかこうかっこいいですよね。なんかジュリーね、とんがってていつまでたってもね、本当にジュリーみたいになりたかったんですけどね、全く違う人生をね、歩むってことになりました。それで次の曲なんですけども、そんな、自分の悲しさを、キーボードの佐藤さんが、歌にしてくれました。兄弟っていう歌なんですけどね、日本語で言うと兄弟、英語で言うとブラザーという意味ですね。ね、ブラザーですね。それじゃあちょっとブラザーを言ってみましょうか。バカもできないぜ、バカ。ベイエリア風に吹かれて沈む夕日、別の吸い込むタバコ、煙がやけに目にしみるぜ。Brother, brother, brother, I'll be there. Yet to come, we're catching him. Even if two stars are in our way, which one will I choose?
最後の曲を、またあの来年呼んでください。じゃあ、最後の曲を、星見えてますか？あとあのなんか望遠鏡でね、星が見えたりなんか、土星の輪っかがね見えたら幸せですね。では、最後に、ノンストップという曲を、聴いてください。ささやく俺の唇へのワンキス、微笑むお前さえ出した吹き寄せれば水彩のアクセル踏み込んでいく、しかたるすら眩しく俺に見やしないさ、お前の全て咲く返すだろうか、ここにときめき止まらない旅、結ばれたまま行けたら、
しんで帰ってください。ムズイオンの皆さん、素晴らしいステージをありがとうございました。皆さんもう一度大きな拍手をお願いいたします。私もですね、思わず司会の進行を忘れてしまうほど聞き惚れてしまうパワフルなステージでしたね。第2部も楽しみにしています。一つここで私から皆さんに質問します。この星づくやのコンサート初めて来たよっていう方、拍手してください。手を挙げてくださいありがとうございます。いつも来てるよっていう方いらっしゃいますかね。あ、はい、ありがとうございます。楽しんでくれてますかね皆さんありがとうございます。本日ですね、少しちょっと風が強くて寒いんですがですね、空には綺麗な星や月も見えてます。このコンサート中にですね、後方の芝生広場で20時半まで望遠鏡による岡山天文博物館友の会の方の観望会も行ってますので、ぜひ皆さん音楽を聴きながら星空も楽しんでみてください。それではですね、次はお待たせいたしました、岡山天文博物館友の会の方による星空紹介の準備がですね、整ったようですので、ではよろしいですかね皆さん、友の会による星空の世界へと皆さんをご案内いたします。それではどうぞ最後までお楽しみください。それでは皆さんよろしくお願いします。皆さんこんばんは。ですね、第2部の準備ができるまでの間、こちらにおられる庄司さんと、私三枝のお話で、楽しんでいただけたらなと思います。ところで皆さん、観望会の方は行かなくて大丈夫ですかはい、多分、はい、それではですね、私三枝の方から、お話しさせていただきます。実はですね、私三枝は岡山天文博物館友の会の会長をやらせていただいております。そこでですね、今日は、ギリシア神話の お話に乗せて、会長の挨拶など述べさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。ですね、秋の星空に輝く、双子、魚座は美と愛の女神アプロディーテと、愛その息子である愛の神エロスが魚の姿に化けた姿が星座になったものだと言われています。そこでですね、今日は愛についてお話ししたいと思います。愛という言葉はですね、いろんな場面で使われますね。結婚式で夫婦の愛を誓ったり、厳しくしつけることを愛の鞭と言ったりします。さて、それでは愛とは何でしょうか。ギリシアの古典では愛を意味する言葉は3つ出てきます。アガフェとフィリアと先ほど紹介したエロスの3つです。この3つについてごく簡単に説明します。まずアガペですが、これは家族への愛や友人への愛、恋人への愛など愛全般を指す言葉です。そしてフィリアは友人や同胞への愛、つまりは友愛を意味する言葉です。そしてエロスについてですが、これは恋人への情熱的な愛を意味する言葉です。日本ではエロスというと性欲をむき出しにするという意味で使われがちですが、これはエロス本来の意味ではありません。エロスは肉体的にもですが、精神的にも相手のことを愛することです。さて皆さんは家族や友人、恋人など自分にとって大切な人にはどうあってほしいと思いますか。大抵の人は幸せであってほしいと思うのではないでしょうか。だからこそ大切な人にプレゼントをして喜ばせたり、
大切な人が間違ったことをした時には厳しくたしなめたり、大切な人が困っている時には手を貸したり話を聞いてあげたりするのではないでしょうか。この相手の幸せを思うこと、幸せのために行動することこそ愛だと僕は思います。だからこそ失恋は苦しいのだと思います。恋をすると相手から愛されたいと思う気持ちと相手を愛したいと思う気持ちが同時に芽生えます。そして失恋をすると相手から愛されたいという望みが絶たれます。そして相手を愛したいという気持ちだけが残り、そしてさらにそこにその相手を困らせたくないという気持ちが生まれます。この愛したいと思う気持ちと困らせたくないと思う気持ちがせめぎ合うからこそ失恋は苦しいのだと思います。もし性欲をむき出しにすることしか考えてなかったら、そのような苦しみは生まれませんよね。そして愛がないことはとても惨めなことです。ですが人は大きなお金や大きな名誉、大きな恐怖の前では愛を見失いがちです。 お金欲しさのために人を騙したり、試合に勝ちたいがためにインチキをしたり、自分の欲を満たすために人にひどいことをしたり、自分がいじめられないためにいじめに参加したりしてしまう人はいますよね。そしてそういう人は世間から白い目で見られながら生きていくか、後ろめたい気持ちを抱きながら生きていかなければなりません。それはとても惨めなことです。どの人も誰かにとって大切な誰かです。誰かにとっての親だったり、誰かにとっての我が子だったり、誰かにとっての友人だったり、誰かにとっての兄弟だったり、誰かにとっての恋人だったりします。もし自分の家族が会社でハラスメントを受けていたらとか、もし自分の恋人が犯罪に巻き込まれたらとか、もし自分の友達がいじめに遭っていたらなんて思うと、そんなことはできませんよね。愛は生きていく上でとても重要です。ですが愛について真剣に話し合われることがどれだけあるでしょうか。どちらかというと冗談とか悪ふざけで語られることの方が多いのではないでしょうか。その結果、愛という言葉を歪んだ意味で取ってしまい、愛という言葉を口にすることが恥ずかしいことのようになってしまってはいませんか。もう一度言いますが、愛とは性欲をさらけ出すことではなく、幸せのために行動することです。だから愛という言葉を口にすることは恥ずかしいことでも後ろめたいことでもなく、素晴らしいことだと思います。なぜなら家族を愛することや友を愛することを、愛する恋人同士が結ばれて子供を産み育てることは本来はとても素晴らしいことであるはずですから、愛についてもう一度考え直すことがハラスメントやいじめ、犯罪や差別などをなくすきっかけの一つになるのではないかなと思います。今夜はですね、この美しい星空と素敵な音楽を愛する人のことを思いながら楽しんでいただけたらなと思います。はい、以上で会長の挨拶を終わります。ありがとうございました。続きましてですね、こちらの庄司さんの方にお話ししていただきたいと思います。庄司さんはですね、星空を通じて浅口市を盛り上げる活動をされております。今日はどんなお話が聞けるか私もとても楽しみにしております。では庄司さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。こんばんは。岡山天文博物館友の会の会員で、なおかつ浅口市の地域おこし協力隊の庄司豊と申します。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。協力隊として浅口市にある2つの大きな天文台をがありますので、天文の町浅口ということで、それの PR が私の仕事になっています。その仕事です、ですね、多くの方に星空を見上げてもらって天文に興味を持ってもらうのが目的になっています。そのため今日はお越しいただいた皆様に少しでも天文に興味を持ってもらって星空を見上げてもらうきっかけになってほしい、また一緒に星空を見上げてと一緒に好きなものについて語り合う仲間が増えてほしいということで、今日の星空案内をさせていただきます。今日は大きく分けて3つのお話をさせていただきたいと思います。スポーツでも勉強でも、例えば習い事でも星空でも
最初はみんな初心者です。で、何もわからないはずです。だからこそちょっとしたきっかけで気をつけるだけで星空をより楽しめるということを知ってほしい。そうすればきっと星空が見えるよということを分かってほしい。そんな思いから天体観測をする時のポイントを最初のお話をさせていただきます。星空を楽しむポイントを4つほど紹介させていただきます。1つ目は街灯の少ない、今日街灯すごい少ないですね、ところ暗く空の開けたところに行ってみましょう。周りがどうしても明るいと本来見えるはずの星空を見ることができません。行けないときは街灯を背にしてみたり、街灯を手で隠してみたり、そうやって見てみてください。そうすると街灯が隠していた星も少し姿を現してくれるかもしれません。また月を楽しむときはいいんですけれども、星や星座を楽しむときなんかは月明かりのない時間帯を狙ってみてください。どうしても月明かりのない時間帯というのは月がある時間に比べて星が見えにくくなってしまっています。月明かりのない時間帯はネットなんかですぐに検索できますので、ネットで検索して月明かりのない時間帯を狙ってみてください。2つ目に星空を見るときのポイントですが、15分から30分ほど暗闇に目を慣らしてみてください。どうしても目が暗闇に慣れていない状態ですと、いきなり星空を見ても星をよく見ることはできません。目が暗闇に慣れて瞳孔が大きく開いていく、したがってようやく少しずつ星空を見ることができます。これには15分から30分ぐらい時間がかかりますので、ゆっくりと星空を眺めてみてください。暗闇に目を慣らしている間にですね、スマートフォンや、例えば懐中電灯なんかをの明かりを見てしまいますと、目がすぐに明るいものに慣れてしまって、せっかく長い時間暗いのに慣らした目が明るいものに慣れてしまいますので、そういう間はスマートフォンなんかを見ないようにしてみてください。3つ目、今日とても少しずつ寒くなってきているんですけども、秋とか冬なんかは防寒対策をしてみてください。冬なんかは特にですね、氷点下で寒房会をすることなんかもあります。それで、薄着をしていくと寒くてちょっとしか楽しめなかったようなんてこともありますので、着すぎるぐらいで十分だと思いますので、十分着込んで、星空観測をしてみていただければと思います。そして温かい飲み物なんかを飲みながらの、観望会もいいと思いますので、温かい飲み物なんかも持っていってみたらと思います。持っていっていただければと思います。最後に安全第一で星空を楽しんでみてください。怖いなとか辛いなとか寒さに耐えられない、元気がないよなんて時は、その日はもうすぐに帰って休んでください。体調が万全の時にしっかりと星空を楽しみましょう。ぜひ今までに紹介したことをやってみて、皆様が星空を楽しめることを、願っております。今まで、星空を楽しむポイントを紹介してきたんですけれども、実際どこで楽しめばいいのという方に次のお話をさせていただきたいと思います。僕は浅口市の地域おこし協力隊なので、浅口での星空を楽しむポイント、スポットなんかを紹介させていただきます。1つ目は今日皆さんがいらしている三ツ山スポーツ公園です。ここは芝生の上で寝転がって星空を見上げることができますので、とてもおすすめしています。今日は街灯が少しついていますが、22時以降になりますと街灯が完全に消えて真っ暗の状態で空が開けた、星空を見ることができますので、ぜひ22時以降に来てみてください。2つ目は、大鯖花海岸といいまして、ここから車で5分ほどなんですけれども、海の波音を聞きながら浜辺に寝転がって見ることができますので、星空を見上げて波の音を聞きながらという、本当に最高のロケーションで星空を楽しむことができますので、よかったら行ってみてください。最後に、金光の神岳というところをおすすめします。ここは街灯がすごい少ないのと、街灯にカバーをしているため光が漏れていないので、すごい空が暗いんです。で、星空を見上げるのにぴったりですね。でもおすすめする理由はそれだけではありません。5月下旬から6月上旬と期間限定にはなるんですけれども、ここにはホタルが飛んでいて、地上にふわふわと光るホタルの光と空にはキラキラと光る星の光を同時に見ることができますので、ぜひ贅沢な体験をしてみてください。
浅口市にもたくさんの星を見るスポットがありますので、こちらを楽しんでみてはいかがでしょうか。最後になんですけれども、ここまで天体観測の楽しみ方や浅口市内の天体観測スポットを紹介してきますけれども、それでもやっぱり一人や家族だけで星空を見るのが不安という方におすすめなのが観望会に参加することです。なので3つ目は観望会に行こうというお話をさせていただきたいと思います。観望会をおすすめする理由としては3つほどあります。1個目はその日に見えるおすすめの見頃の天体を選んでくれます。その日に見える惑星、星座、流星群などの中から見頃の天体を選んでスタッフの方が見せてくれます。もちろん豆知識もたくさん持っている方も多いので、ぜひ天体観測をするときに観望会のスタッフにたくさん質問してみて、いろんなことを教えてもらってください。理由の2つ目は、スタッフの立派な望遠鏡や双眼鏡なんかがたくさんあります。これお年玉で一体何年ぐらい貯めたんだろうとか、絶対これ買えないなって思うような望遠鏡がたくさんあります。そんな望遠鏡や双眼鏡では星や惑星なんかの他にも、普段なかなか見ることのできない星雲、星団なんかを見ることができます。そんなすごい望遠鏡や、双眼鏡でぜひ天体観測を楽しんでみてください。自分の望遠鏡や双眼鏡などが欲しくなったときは観望会のスタッフに相談をしてみてください。必ずいいアイデアをくれるはずです。3つ目に、なりますが、いろんな楽しみ方を体験できるというのが観望会の、おすすめするポイントです。観望会のスタッフの方はそれぞれ望遠鏡に詳しい方だったり、星の写真が撮るのが得意な方、星座の話が得意な方、先ほどの三瀬田さんのように神話が好きな方など、いろんな楽しみ方を知っています。なので自分の興味のあることとか気になったことなんかがあれば、ぜひスタッフの方に聞いてみてください。もっともっと、新しく星空を楽しむヒントをくれるはずです。そんな観望会の情報は博物館などで手に入れられますので、博物館のホームページやチラシなんかをチェックしてみてください。ここまで天体観測をするときのポイントや浅口市内の天体観測の、場所、観望会のおすすめをさせていきましたが、今日の星づくよのコンサートを通じて、皆様が星空を見たいと思い星空を見上げてくれること、また星空の下で皆様と、会えることを期待して私の挨拶させていただきます。今日はありがとうございました。三枝さん、庄司さん、素敵な星空紹介ありがとうございました。皆さん拍手をお願いいたしますありがとうございました。友の会の皆さん、宇宙に詳しい方がたくさんいらっしゃって、勉強になるお話もたくさんあるし、面白いお話がたくさん皆さんお持ちですよね。やっぱり星や宇宙のことを聞いてると未知のことばっかりでワクワクしますよね。ところでですね、皆さんもう星空ご覧になりましたかね。先ほどもご案内いたしましたが、本日はですね、コンサートとともに8時半まで後方に見えております芝生広場で観望会も行っております。先ほど庄司さんと三浦さんの話に出てきた星やね、綺麗な月ももしかしたら見えるかもしれませんので、ぜひご覧になってみてください。さらに星や天体博物館の気になることなんかもあったら、ぜひ質問もしてみてくださいね。ぜひお立ち寄りください。それではですね、お待たせいたしました。ただいまより第2部をお届けしていきたいと思います。皆さん引き続き盛り上がっていきましょう。第2部のステージはバイオレットムーンさんの登場です。ご紹介を簡単にさせていただきます。バイオレットムーンさんは中世ヨーロッパの吟遊楽隊風なテイストでお届けするフォークロックバンドです。幻想的にそして情熱的な演奏をお聴きください。それではバイオレットムーンさんよろしくお願いいたします。準備に時間ください。すいません、ちょっと準備がありますので、もうしばらく星空眺めてですね、お待ちください。
風も収まってきまして星空、綺麗な星空広がってますのでね。星づくよのコンサートですね。一番最初のご紹介で11回目と言いましたが、ね、言いまし、あの申しましたが、こんなに晴れたこと実はあまりなくてですね、いつもは1ヶ月、ま、いつもより1ヶ月遅い開催を今回のコンサートはしておりまして、実際11回コンサートしてこんなに晴れたのは2回ぐらいじゃないかっていうぐらい貴重な星空なんでね、ぜひ皆さん星空眺めながら音楽両方お楽しみいただけますので、ゆっくりとした時間をねお過ごしください。好きと同性と俺かけみた、いやいや本当に本当だっけ、本当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 、もうちょっと行ってみなさい、どうしよう、お母さんでは準備ができましたようなので、では改めましてバイオレットムーンさんお願いいたします。Shadow, the moon.
皆さんこんばんは。バイオレットムーンと言います。私たちは世界中を旅して、今夜はここ星月夜の会場にやってくることができました。この素晴らしいロケーション、海が前面にあって、空には星空が広がるここでライブをさせていただくこと、本当に嬉しく思っています。私たちは世界中を旅する銀遊楽団の雰囲気でやっていきたいと思います。ちょっと時節柄、ハロウィン会場から間違えてきた人たちみたいになっていますが、これはバイオレットムーンの普段着ですので、お間違えないようにお願いします。はい、次の曲は、Rolling in the Deep、 息をつけてやっていきましょう。There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, pulling me out to dark. Finally, I can see you face to face. Go ahead and stare me up and lay your feet to bed. See how I live with every piece of you. Don't underestimate the things I'll do. There's a fire starting in my heart.昔の、中世ヨーロッパから中東あたりアジアの方まで旅をして回っています。
私たちのこれから、ご一緒のために皆さんにもお付き合いいただきたいと思います。昔々イギリスのヨークという村に一人のキコリが住んでいました。キコリの名前はこちら、ももさん。ももさんはお酒とギターの大好きな男で、お祭りがあると言うと山から降りてきて、キコリの斧をギターに持ち替え弾きまくるという伝説のギタリストでした。彼はある日思い立って旅に出ます。彼が一番初めに出会ったのはイタリアのモデナという町に住んでいるチーズ職人のこちら、トロフェラーチェ。トロは大きなチーズ、パルミジャーノレッジャーノを股に挟んでパタ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 叩いているところに偶然通りかかったももさん。これは、このチーズ職人はドラマーの素質があると見抜き、一緒に旅をしないかと誘いました。こうして二人は世界各地を回りながら楽団のメンバーを増やしていきました。二人がフランスのヨークに差し掛かった時、楽器を運ぶホロ馬車が壊れてしまい、困っているところに通りがかったのがこちら、車大工のマート。マートは馬車専門の車大工ですが、金属加工や木材加工も得意な鍛冶屋でもあり、楽器やギターも自分で作ってしまうほどの生粋の職人、ギタリストで楽団に参加することになりました。次に出会ったのはトルコのイスタンブールの街角で踊っていたベリーダンサー、マリア。マリアは12月24日クリスマスイブ生まれの花職人でもあり、楽団に花を添えるコーラス担当ということで加わりました。彼女はアマゾンのお口で購入したというタンバリンを先ほどから使っていますが、ちょっと練習中なので次回の旅公演では暴れまくってくれると思います。そして皆さん、このメンバーの中で一人だけ出身地も不明、職業も不明な謎の演奏家がいます。それがこちら、ベーシストヨッシー。この人懐っこい笑顔の裏にどんな謎が隠されているのか。満月の夜になると毛むくじゃらになって月に向かって吠えていたという目撃証言もありますが、一体彼が何者なのかは誰にも分かりません。そして私、スペインのアンダルシア地方から来ました。職業は占い師、フォーチュンテラー、カズと言います。あなたの手を取り目を見つめながら、これから起きる未来について詩に乗せて歌を歌って占います。美容と呪術のためにはここでは言えないような生き物の内臓をも喰らいながら生きながらえているという巷での噂もありますが、それは秘密です。この6人でヴァイオレットムーンやっていきたいと思います。次の曲は No Second Chance。
its way home again. My lifetime is crying. No second chances. Don't look on my door. Won't be any answer. Won't be here tomorrow. This house we had together might still be in its place, but the rest of this is much too hard.旅人の皆さん、次の曲はホームアゲインという曲。私たちと一緒に歌ってほしい場所があります。何度も出てくるメロディーがあるんですが、それを一緒に歌ってもらいたいんです。ちょっと私たちマリアと2人でやってみますね。せーの、ララ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 ラ
ラララララララ ホーマーゲー。これを2回繰り返したり3回繰り返したりするんですけども、それを一緒にやってもらいたい。ちょっと練習をしてもよろしいでしょうか。伴奏をお願いして、これは私は、マリアがララララララホームアゲンって言うんで、私はちょっと呪文のように、他の言葉を唱えたりしているので、皆さんは私の声をかき消すぐらいの声でお願いします。はい、それではお願いします。
ひと回しお願いします。 I When I get weary I need to wine and rest Memories invading my mind All the things I treasured The ones I loved the best Were the things that I left behind いいですか All the little things is everywhere you meet All in the way to hop along All the time the last dance around here この時代夜になると辺りは真っ暗頼りになるのは月の光かランタンに灯したキャンドルの明かりのみそんな中でスピリチュアルな霊的な存在は私たちには身近なものなのです。ここからは木こりのももさんがギターを持ち替え一気に雰囲気の違う新しい世界の扉が開きます。夜の闇の中であなたは彼女を探す閉ざされた部屋の中であなたは夢の中で迷い永遠に閉じ込められたまま彼女を探す暗い部屋たくさんの精霊たちがうごめく中でキャンドルのシルエットキャンドルの光に照らされて一人の天使のシルエットが浮かび上がる天使の名前はアリエル艶やかな真っ黒なドレスに身を包んだ高貴な天使天使アリエルの顔は鏡を通してしか見られることはないあなたのすべての運命は彼女の瞳の中でいたずらにもてあそばれるすべては彼女の気分次第彼女が一口ワインをすするそれがあなたと彼女のゲームの始まり。Thank you.
spread what she is gone. ありがとうございます。長い間旅を続けていると訪れた場所が時には自分の故郷のように思える場所があったり、懐かしい人がまたここに戻っておいでと言ってくれるような出会いがあったりするものです。旅人はいつも何か新しいものを求めて前に進みますが、時には疲れ果てて倒れるように道に座り込み、残してきた大事な人や愛するものを思ったりするものです。曲がりくねった道は旅人の友人となり、月明かりが進むべき道を照らし出します。次の曲はジャーニーマン、旅人という曲です。Many years of fear
がとうございます、はい、時間が経つのは早いもので、私たちが時空を超えて移動していたせいか、次が最後の曲になってしまいました、英語には Written in the Stars という言葉があります。直訳すると星の中に書かれているという意味です。それは星座に描かれていたとか、運命で決まっていたとか、そんなロマンチックな表現をするそうです。私たちが今日この星月夜のコンサートに来て皆さんとお会いできたのも、もしかしたら昔々星座の中に描かれていた運命だったのかもしれません。もしかしたら今座っていられるあなたと、あなた隣に座っているのも星に描かれていた運命だったのかもしれません。今日このステージを準備してきてくださった関係者の皆様、そして運命に従ってこの場所に今夜来てくださった皆さんに感謝して、最後の曲をやりたいと思います。I guess it doesn't matter anymore.
ムーンでした、私から の、 提案なんですけれども、私たちの前に素晴らしい演奏をしてくださったムゼヨンの方たちもステージに上がってもらって、一緒に、星にまつわる曲ということでね、夜空の向こうという曲を皆さんも一緒に歌っていただいたらと思います。いかがでしょうか。どうぞお願いします。歌詞皆さん先ほど配っていただけたかな。配らせてもらいました。ありがとうございます。
さん素敵なアンコールをありがとうございました。もう一度本日出演いただいたムゼイオンさん、バイオレットムーンさんに皆さん大きな拍手をお願いいたします。本日は素敵な星空の下、素晴らしい音楽を皆さんお楽しみいただけたかなと思います。私も思わず口ずさみたくなるようなそんな楽しい時間をですね過ごせました。以上をもちましてですね、星づくよのコンサート2018を終了いたします。観望会はですね引き続き8時半まで行っておりますので、よかったら皆さん今星空きれいに見えてますので、ぜひ帰りにお立ち寄りください。受付にて皆様にお渡ししたパンフレットにも掲載させていただいておりますが、今年も多くの方のご協力により星づくよのコンサートを開催することができました。心からお礼申し上げます。来年も開催できるよう友の会一同力を合わせて頑張ってまいりますので、またのご来場を心よりお待ちしております。重ねてご案内申し上げますが、持参された食べ物等のゴミは各自でお持ち帰りいただくよう会場の美化にご協力をよろしくお願いいたします。皆様お忘れ物のないよう足元にお気をつけてお帰りください。本日は星づくよのコンサート2018にご来場いただきまして誠にありがとうございました。大丈夫ですけど、はい、大丈夫です。ちょっとすみません、撮影入れさせていただきますんで、ちょっとライト探してもらいます。
ライトつけても撮れるんですか。ダメです、ね、ライトありますついてないんですか。ついてない。だからちょっとクラクラに食べるか。ハハハハ。